9月14日に行われた陽生社長バースデーイベントを控えたある営業日、雫部長の提案でこんなイベントが開催された。お店として初めてとなるプロモーションビデオの撮影にあたり、出演できるメンバー6名をこのイベント日1日の売り上げで決定してしまおうというものだ。予想外の結果となったこのイベントの模様をお伝えしよう。オープニングメンバーであるコートやフン、 PV 出演への意欲は人一倍強いことだ。雫やユウがリードしている現状で巻き返しを図ることはできるのか。はい、お疲れ様です。今続々とお客様来てますけど、はい、山上さん、お客様はこれ本当に回ってるんですか？いや、あと 10分20分ぐらいでもう、はい、じゃあ PV 系だったら頑張ってください。最近伸び盛りのキャストである高丸、彼もメニューを手に取りお客様と相談。PV 出演を虎視眈々と狙う。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今日の PV 選抜が決まる大事な営業ですけども、はい、今なんかオーダーが、いや、これから決めるんで、バシッと一発楽しみにします。決めるんで、はい、楽しみに待っててください。はい、頑張ります。前回雫にピンドンの味を説明してもらったテーブル、今回は妖精に話を聞く。入った入ったぞ。多分何回も飲んでるじゃないですか。もう、初めてピンドンを飲んだ時の感想と今改めて飲んだ感想言っていただいていいですか？基本的に寝て覚めたら1日リセットしてるんで、毎回同じ味です。ザーッとするな、でも美味しいな、大人の味なんかな。どう？俺だけでかいな、フルト。今突っ込むけど、俺だけでかいな、さっきから。のんびりさんってこうやって飲むために作ったもんじゃないのかな。本日はご来店いただき誠にありがとうございます。本日はですね、浴衣でかつ、やっぱうまいな。呼ばれた。イベントもすでに終盤戦となり、焦りが見え始めるキャストたち。そんな中、コウのテーブルで動きがありそうだ。どうやらシャンパンが入ったようだ。みなみがメインマイクを握り盛り上げる。本日浴衣でイベント、イベント、あとなんと、なんとラフミ大好きというのが終わりになったので、よろしくお願いします。ありがとうございます。あなたの気持ちを超えまして、せーので、あー、それではシャンパンを貸してもらいたいと思います。いきますか。3秒前から3秒前から
先ほどメニューを手にお客様と相談していた高丸のテーブル、こちらにもシャンパンが入った。妖精を目指して上京した男は静かにコールを待つ。本日でゆるかたゆるこで、はい、ほらでさんです。せーので、ありがとうございます。さあさあ、それではこの素敵なシャンパンのオープンの方、3秒前からいきますか。スタート、3、2、1、そう、ゆるうこそうめー。ごちゃんの次は姫様のホールに一言コメントの方を祈ってると思います。それでは姫様の一言で、シーン2、1。じゃあちょっと会話終わるからですけど、高丸さんに来ましたよ。おっしゃー、よっしゃー、よっしゃー、よっしゃー。いや、さすが愛されてるの、ここまで。ここまで、高丸の方に、シーン2、1。今日はね、具合が悪いのに無理言って駆けつけてくれて、最後にこんな素敵なシャンパンをぶち込んでいただいて本当にありがとうございます。感謝してます。よいしょー、凍てついた歌舞伎町で温かい愛情を見かけた。何か、あー、いいっすね、染み渡る。それぞれの思いが交錯する売上対決イベント、次週はいよいよ最終話。売上上位に食い込み、PV への出演権を手にする6人は果たして誰になるのか。意外な順位となった結果発表の模様をお届けする。次週もお楽しみに。それでは本日1位だったのはベベント。